こんにちは、 M システム技研奥野です。今回は企業の省エネの基本、見える化を簡単にかつ安価にできる製品を紹介します。最後までご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンをポチッとしていただければ元気が出ます。省エネのための見える化を行う目的は、契約電力の削減、すなわちピーク電力を抑えることと、使用電力を削減することです。受電電力のデマンド監視をするだけでも効果はありますが、細かくデータを取ることでさらなる省エネや装置の予知保全などにも役に立ちます。でも実際のところ、電力監視は生産に直接関与しないので、あまり費用はかけたくないですね。ということで、今回は電力マルチメーター L53U と Windows ベースの電力監視ソフト MSR エコを紹介します。まず電力マルチメーター L53U ですが、ピンレール取り付けタイプで表示器はありません。今回表示器なしをご紹介するのは、 PC が表示器の役目を行うので不要であることと、表示器がない分コストダウンが図れるためです。 L53U はこれらすべての決戦方式に対応できており、200要素を超える測定項目から自由に選択測定できるようになっております。電流、電圧、電力、力率、周波数、電力量などに加え、高調波も計測可能なので、機器への障害を回避するのにも役立ちます。電流入力は AC1 アンペアと5アンペアの直入力が可能です。 CT がないところでも AC1 アンペア出力のクランポンセンサーとの組み合わせで電力マルチメーターに入力が可能です。設定は設定ソフト PMC-FG を M システムホームページから無償ダウンロードしていただき、コンフィギュレーター接続ケーブルCOP-US を本体と接続いただければ簡単に設定ができます。 PMC-FG は測定値表示画面を持っているため、1台ならこれだけでもリアルタイムモニタリングが可能です。次に電力マルチメーターのデータを監視する Windows ソフトウェア MSR エコをご紹介します。MSR エコは2048チャンネル対応、サーバークライアント型ソフト MSR プロの無償バンドルソフトになっております。この MSR エコですが、市販のスキャダ並みの機能を持っております。まずデマンド監視画面ですが、標準デマンド線はデマンド監視時の初期電力値から次元終了時の目標デマンド値を直線で表示します。予測デマンド線は現在デマンド線を参考に、このまま電力を使用し続けた場合の次元終了時の電力を予測して表示します。予測電力が目標電力を超えそうな場合は警報出力を出すことにより、デマンド値を抑えることが可能です。電力解析画面は次元ごとのデマンド実績値、その日の最大最小デマンド等のデマンド集計値が表示できます。グラフィック画面は電力系統図など自由に作画し、データの瞬時値などを表示することができます。指定した時間間隔での電力量積算値をバーグラフまたは波形で表示できます。デマンド日報は印字または CSV ファイル形式にて出力可能です。
アラームモニター、アラーム履歴もご利用いただけます。収集したデータはサーバー PC にセーブされます。モバイル通信やクラウドサービスなどは使用する必要がないので、ランニングコストはかかりません。パソコンの動作環境としては Windows 10搭載の PC であれば動作可能です。ハードディスクの容量は大きければ大きいだけ長時間のデータを収録できます。英語にも対応していますので海外でも使用可能です。最小構成は MSR エコネットワーク変換器 GR8L53U と COPUS で22万2000円となります。あとは必要に応じて L53U、GR8 を追加していくだけです。電力マルチメーターだけなら最大20ステーションまで拡張可能です。1ステーションで15台まで接続できるので計300台まで接続が可能です。電力監視だけでなくアナログ、デジタル、パルスのような計送信号も MSR Pro を使ってロギングすることもできます。 M システム製品との組み合わせはこのような構成となります。パソコンで監視ができれば担当者が検診のために現場に行く必要もなくなり、手書きによるヒューマンエラーも回避できます。まさに一石二鳥です。いかがでしたか？本件についてご意見ご質問がございましたら、弊社担当営業マンかカスタマーセンターまでお問い合わせください。次回は平井機のラインアップおよび事例紹介ネットワーク編です。最後までご視聴ありがとうございました。